では本日はパプリカですね、新しいところをご説明していきます。今日やるのはサビ部分ですね。これを全部やっていこうと思います。まあ、まずはでもクラッシュシンバルですね。クラッシュシンバルになれたら今度フィルインっていうのが入ります。はい、これ今までと同じ好きなとこを4回叩いてください。はい、でまたクラッシュシンバル入りますね。でここが新しいところにいます。足両手両手っていうのがここ来るんですね。足両手両手で最後はフィルイン。今度これ8回叩きます。8回、そう、8回も叩きます。こっちは4回です。こっちは8回です。そうですね、4回と8回っていう。なんで新しいところで言うと、まずクラッシュシンバルがこう入ってきます。あとはフィルインですね。4回8回、多分一番大変なのはここかもしれません。足両手両手ってにあります。じゃあまずクラッシュシンバルのところちょっと叩きますね。はい、じゃあまずクラッシュシンバル、ここからスタートして、ここで足両手右手ってなります。足両手右、足両手右、足両手右、これが初めです。足両手右、ポイントが足が連続で、ここも足ここも足、そしたら次は両手で右手だけで、そのまま足両手右、これが初めの部分ですね。でフィルインは好きなとこ4回なので割愛しちゃいます。1,2,3,4って叩いてください。で好きなとこ8回になった時は2周すれば大丈夫です。例えばどこ叩いていいかわからないって方は1,2,3,4,5,6,7,8できます。今ライドシンバル取っちゃったんですけども、ライドシンバルがあると1,2,3,4ここにあるんで5,6,7,8で全部叩くと8回になります。まあ、今ここがないんで足を入れると全部8個ですね。例えば1,2,3,4,5,6,7,8とか、はい、っていうんで好きなの8回です。で一番最後です。両手両手ってのが出てきます。本当に一番最後のフィルインの前です。足両手両手、ただパートで言うとこんな感じです。足両手両手で、その後に8回1,2,3,4,5,6,7,8っていきます。そうすると新しいところは足両手両手。じゃあそれを合わせて、サビ部分全部叩いてます。でいきます。1,2,3,4となります。